ちらに移られてコンテストに出したのは初めてですね。でもこれからもっと出したいとは思わないですけどねもうちょっと自分でじっくりこもって書きたいですけどね。でまあ機会があればやりたいなとは思いますけど、でもやっぱりそんなやったとしても人万人が見ていいなと思えるものはできないなって確信しましたねやっぱりやっぱり出会いですよ。本当に需要と供給じゃないけど、その人の心を動かすっていうのはやっぱり同じ何か欠けたものがあったりとかするのかなと思ったりとかねしましたね。確かにでも僕も小さい時に絵に心を動かされたいがやっぱり一番はっきりと鮮明にね残ってますしね。でそれが必ずしもそういう欠けたものだったりコンプレックスがあったりとかそういうことじゃなかったとは思うんですよね。で自分の絵を見るとそう思うというか、そうでもそういう欠如とかコンプレックスっていうのは一つの絵の、中身になるとは思うからそれをねうまいこと使わないといけないなと思うんですよね。うまいことっていうか、人に伝えられるようにね、使わないといけないなと。そうですね。バトンみたいなもんかもしれないですね。そうですね。そういうのをきっと中身として受け取ったんだろうなと思いますね。ちっちゃい時に。まあでも自分の財産ですよね。そういうのって本当なんかどうやっても捨てれないという。でもそういうのと向き合うのがすごい僕は好きだから楽しいですね。人の絵にもそういうものを求めてしまうところはありますけどね。そういうなんか見せかけのいいものじゃなくて、その見せかけのいいものこそやっぱりちょっと虚しいところが存在してるじゃないですか。なんかすごく欠けてるというか、そういうところを褒めちゃ怒られるじゃないですかっていうか見せかけのいい絵に対してすごくなんか虚しいですねって言ったら、こっちは褒めててもダメですでもやっぱり絵なんてピエロみたいなもんだから、そういうところ、一番リアリティのあるところを褒めますよねどうしてもどんだけ格好つけててもやっぱり一番リアルなところは見えてきます。だからそれだけ自分と対比されてるから、見た目で見てる部分と、見た目で見えてない部分も見えてきてる。そうです。最近面白いのがそこで、形にならなくても、形がその見えてなくても、描けるんですよね。なんて言ったらいいか、すごい難しいこと言ったら今すごくタッチだけで描けるんですよもっと難しいですね。なんて言ったらいいのかな、絵が覚える手が手が描いたことを否定しないで済むというか、手を動かしたことをここが違うここが違うって修正しなくて済むっていうか、一つ線を描いたらそれをそのままもう形として見れるというか、その延長線上に現実の形があるんですよね。なんかその自由に手を動かした果てに延長線上に現実の映像なりなんなりが出てくるというか、そういうイメージ持ってて、現実が先にあるとどうしても手がぎこちなくなるじゃないですか。それが最近はよりより内面的になったというか、手を自由に動かすことで現実を引き出すっていうことが強くなってきたんですね。で、今まででもその一つのこのこう変化には一つのなんかこう消化があってですね、手を動かしてその線が肯定できるっていうのは、これもまた難しいかもしれないけど、その中に自分の手を動かした線をそのまま肯定するんじゃなくて、一つ否定がそこに入ってるんですよね。自分の線がそのまま現実じゃないってことがよく分かってないと肯定できないというか、例えばその一つの引いた線が自分でこれが私の線だって言って合ってるって最初から思っていると、それは間違ってるんですよね。自分の思い込みというか。でもそれが一つのリアリティとしての線になって、そのリアリティが現実につながるためには、自分の引いた線はやっぱりどっか変で間違ってて、どっか片輪というか、何かこう足りない、完璧ではないものなんですよね。でそれが分かると、その片輪な線が一つのリアリティを持って現実とつながってくれるんです。でそれが最近はもう自分がいい線を引けないっていうのが分かってるから、それをもう一足飛びにリアリティとつなげれるようになってきてるんだと思うんですよ。だから一つの線が即肯定できるというか、もっともっと簡単に言ったら、細かいことをもうあんまり考えなくなってきてしまってるというか年齢的にかな分かんないけど、そういうのもあると思うんです。だからより手先の仕事じゃなくなってきてるっていうか、内面の線を引けるという言ったらいいのか、そうだから一つの現実につながるためには、一つのそこに否定が入るんだと思うんですよね。でもその否定が肯定に変わる、肯定されるのかな。結局僕の考えは結構他力なところがあるから、法然とか親鸞じゃないけど、結構ダイアローグな形を持ってて、対話形式でできてて、それが面白いんですけどね。自分でどれだけやってもそれを見てる何かがあるって考えがやっぱりどうしてもあります。普通だったら自分で考えて頑張って書いたものを展覧会に出したりとかして、人に見てもらって、で、その作品の評価を得るっていう感じだと思うんですけど、僕の場合は制作中にも何回もそうやって反省があって、自分の絵が見られて、でそれがそのまま、どんどんその対話形式で肯定されていって絵になっていく感じだから、うちにこもるのかなと思ったりとかね。で僕のフィールドが絵画っていうよりも、何かちょっとずれてんじゃないかなと思い始めてるんですけど、絵画じゃないかもしれないと思って、例えばこれを現代アートって言ったら現代アートになるし、文学って言ったら文学だなと思って、これはもしかしたら単純な絵じゃないんじゃないかと思いがはっきり最近出てきてるんですけど、そこをまだ自分でよくつかめてないんですよね。自分はいい絵が描きたいだけなんですよ。いい絵を描こうと思ってまっすぐ描きたいっていう思いがあって、でまっすぐ描くためにはどうすればいいかっていうのをずっと考えてるんですけど、そうそう、いやきしび店に出してすごいそれを思ったんですよ。みんな絵を描いてるなと思って、なんか僕のは絵じゃないのかもしれないと思ってすごいそれをなんかね、コンプレックスと同時に何かこれはもう出来上がった形一つの分野なのかなと思い始めたりとかねしたんですよね。現にこうやってあんまり画家で本質とかについて語ったりとか、その哲学的な思想であったり過去の文献であったりいろいろなものに参照してこういう話する人ってあんまり会ったことがなくて、でなんか絵画描いてる人って割と何も喋らないし、なんで僕だけがこうやってなんかペラ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 喋ってんのかなと思うんですよでそれはやっぱりなんか絵画っていうものよりもなんか求める過程で何かこう真実を求める過程で絵画っていうものが嘘をつかないっていうのが分かってて、嘘がつけないっていうかね、でこう今こうやって説明してる分には頭で考えて結構説明してるから、その言葉としての内容の方が先にこう本質みたいな顔して語るじゃないですか。けど実はこの言葉もこうやって語ってる説明も一つのぎこちない欠陥だらけの何か形なんですよね。そっちの方が本当だと思うんですよ、造形としては。だからいつもそういう見方だから、絵画も自分でこうやって持って描いてたり、その自分がそこでディティールで思って描いてることがどっか一つの単位として締めくくられるのを待ってるんですよね。でそうやって一個の単位が終わった時に初めてそれがどういったものだったかっていうのが見えてくるんですよ。だから細密描写なんかでみんな結構頑張って描いてますけど、あれが一つの、それがそのまま真実じゃなくて、それがまとまって他から見られた時に初めて一つのリアリティが真実が出てくるんですけど、だからその自分が精神を使ってつぎ込んで描いたその細かい部分が生きるかどうかっていうのはきっと違う形で生きると思うんでそのままじゃないですよね、きっと。その自分が描いたそのまま褒めてほしいとかって思ったらきっと本当にマニアックな世界になっていくと思うから、万人が見れる絵っていうのはやっぱりどの分野からでも見れないといけないと思うし、やっぱり分野を超えて初めて感動ってあるじゃないですか。やっぱり最初絵見た時別に絵の専門家じゃないし、その時心が動かされたのはね、なんでかって思うとやっぱり分野を超えて、特に絵描いてると他の本とか彫刻とかねやっぱりすごい感動しますね。逆にその絵よりも絵みたいって思うのはやっぱりそういうものを踏まえてのことなんですけど、やっぱり他の日常のちょっとした現象であったりとか光の具合であったりとかそういうことの方がやっぱり感動したりとかしますよね。でそれってやっぱりマニアックな分野じゃなくて普通に生きてる中でみんなが共通して思うことだから、でそこでやっぱり自分の表現したものとその評価が一緒でないといけないと思うのはどっかのやっぱり広告みたいなもんで、もう決められた意味しかそこになくて、どの人が見てもそういうふうに捉えてほしいような絵だときっと感動しないというか、みんながある程度の評価をするかもしれないけどやっぱり、その程度のものになっちゃうというか生きてない絵になりますね。やっぱり生きた絵っていうのは100人が見たら100人とも違う感想を得れるようなものだと思う。大事なんでしょうね。戦が大事っていうけど戦に出るまでの策が大事、そうですね。まあでもなんか本当作品と一緒でいざこう書こうと思ったら緊張するじゃないですかで今まで作練ってた分が全部吹っ飛ぶじゃないですかそう何だったんだろう、あの時間は何だろう、やっぱり自然に緊張せずに自然に考えれてるんでしょうね。でまあ自然にそれが頭が回ってるんでしょうけど作品になると本当に僕そこが本当に逆に恵まれてるなと思うところなんですけど作品になるとそこに不自然さが現れるんですよね。でこれって作品の時しかなくて逆にすごい重宝するなと思うんですよ。だからあんまり自然に作品に入りたくないなと思ってるところもあってまあナチュラルに入ってしまう部分はもうしょうがないんですけど作品としてやっぱりなんかこうスタンバイする精神みたいなものがやっぱりあるんでしょうねみんな。ほんでやっぱりそこの造形がぎこちなくなるんですよね。でその代わり自分をしっかり見る機会に恵まれるんですよね。その中ではスラスラ喋ってたり自然だったりすると自分を振り返る時があんまりないんですよ。だから作品になんないんですよね。逆にもう自然だけになっちゃって自然現象は誰でも褒めるんですけど作品っていうのはやっぱりみんな考えるんですよ。そこがやっぱり違うなと思って、だからまあ無理はしないでやるしかないと思います。